原辰徳監督の来季続投が正式に決まった巨人は、覇権奪回に向けて動き出している。5年ぶりの B クラスに沈んだチームへの手っ取り早い、テコ入れは FA 選手の獲得だが、今季12球団ワーストのチーム防御率に沈んだ、投手陣の補強には不分率の壁が立ち塞がる。一方で、阪神は、岡田彰布監督の復帰が内定しているが、右のエース格、西勇輝と岡田監督との関係性をめぐり、移籍が確実視されていると情報が入ってきた。さらにはそんな、西勇輝の移籍先は、ライバル球団である巨人であり、入団までのカウントダウンが開始したと噂されている。本日は、そんな、西勇輝の巨人入りカウントダウンについて考えていきたいと思います。岡田監督と不仲説。ある阪神 OB は、西勇輝と岡田監督の関係についてこう語る。復帰する岡田さんはオリックス監督時代から、西と折り合いが悪い。岡田さんの投手起用に、西があからさまに不満の態度を示したのが原因です。その西が、FA で、阪神に入団した際は、負け数の多さを理由に獲得自体にことを唱えていた。西とすれば、信頼関係のあった、矢野監督は辞めるし、代わりに、天敵、がやってくるしで、阪神残留は頭にないと思いますよと語られている。黒髪にして、準備万端。西勇輝といえば、トレードマークの茶髪である。しかし、ある阪神 OB はまたこう語っている。レギュラーシーズン最後の登板となった9月17日の巨人戦で、西が突然トレードマークの茶髪を黒に染めてマウンドに上がった。茶髪禁止の巨人へのアピールともっぱら、相思相愛ですと語っている。巨人は今季チーム防御率が12球団ワーストの 3.69 に沈んでおり、エース菅野智之は怪我持ちでありここ数年は調子が上がってきていない。また、期待の若手は赤星、直江、堀田、山崎伊織、など存在するが、まだまだシーズンを通して活躍するかは未知数である。2022年唯一ローテを守り抜いたのも、戸郷くらいだ。西勇輝は、今季9勝9敗と貯金こそなかったものの、防御率 2.18 は、同僚の青柳に次ぐ2位。5年連続で、規定投球回数をクリアするコンスタントさは、先発ローテーションのやりくりに苦心した巨人に、うってつけではある。原監督もまだまだ、若手たちを信頼をしている様子もありませんので、西勇輝が FA 宣言すれば、今季チーム防御率が12球団ワーストの 3.69 に沈んだ巨人であれば確実に獲得に名乗りを上げると、見られている。獲得すれば、史上初の阪神から巨人への FA 選手が誕生となる。巨人キラー。西勇輝といえば、巨人キラーで有名だ。今季、西は、巨人戦に3試合登板し、全24イニング無失点と、巨人キラーぶりを発揮。9月2日に、甲子園球場で行われた、巨人戦では勝ち星こそつかなかったものの7回6、安打5奪三振と好投した。過去、巨人キラーの FA 獲得で言えば、広島時代の丸吉弘も、その一人ではないだろうか。丸を獲得した巨人は、広島を弱体化させ優勝している。西勇輝を獲得することは、戦力アップのみならず、ライバル球団を弱体化させることもできるため巨人にとっては最高の獲物と言えるかもしれない。巨人は調査開始している。西勇輝へのアタックはあるのか。巨人の球団幹部は、確かに調査はしていると認めた。だが、調査はあくまで FA 宣言する可能性はあるのか、誰がどこに行くのかを調べるため、他球団の動向に関わってくるからね。一つ言えるのは、うちが阪神から FA 選手を取ることはないということと獲得の可能性を否定した。その背景には、西勇輝を獲得することで人的保障は避けて、通れない状況であることも考えられること。桑田真澄コーチは、若手投手の底上げを3年計画で考えていることが理由ではないだろうか。また、阪神では、
今季53試合に登板し、防御率 2.57 と好投した岩貞祐太投手も今季 FA 権を初取得。岩貞は、左のリリーフということで、巨人に、手薄なさ1で、保証の必要がない C ランクである。このことからも、西勇輝よりも岩貞の方が、巨人は欲しいのではないかと考えます。しかし、巨人は、FA 宣言をする阪神選手たちを見守ることしか、できないだろう。というのも、FA 制度が導入されたのは1993年。東西の名門球団の間に横たわる、互いの球団から、FA 選手の獲得はしないという不文律は、平成の世から30年が経った令和の時代にも、厳然と存在している。2022年オフのストーブリーグは、数々の大物選手が FA 宣言すると考えられます。西勇輝が FA 宣言することは間違いなさそうですが、やはり巨人入団には数々のハードルがあり、難しい模様です。これからも西勇輝の動向、巨人の動向には注目をしていきたいですね。皆さんは2022年の FA 一席をどのように考えていますか？このチャンネルは、これからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。